ドでございます。はい。はい。でもね、夏になりまして、うん、ちょっとなんとなくね、忙しいシーズンになってきたじゃないですか。うん、やっぱり、ノエさん忙しいみたいですね。そうですね。すぐ休みやがる。すぐ休みやがる。本当に。入ってすぐ休みやがって、本当に。確か3回目かな。うん。ね、3回目で。あの、ノエさんが今回は何でしたっけ、フェス、なんか音楽フェスがあるんですよね。なんか詳しく知ってる方います？ノエさんが出るフェスのこと。で、なんかありましたよね、なんかそこで。そうですね、なんか言ってました。うん、うん、うん。なんか、全員ノエさんに興味ない。いやいや、そんなことないですよ。フェスで歌うって言ってました。フェスで歌うんですよね。その時なんかボード作ってなんだかって話なかった。そうありましたね。あれはどういうことなんだっけ？どういう感じ？なんか夏が一番似合う人は誰だ？このレギュラー、私たちの中にね。この中のレギュラーを、ボードに移して、そのフェスでね、来てくれたお客さんに投票させるってことだよね。そうです。おで、そこでなんか、何を目的にやるんだっけ？夏が似合う人を、こう、番組で、こう、大々的な企画のために、30人に聞いて、なんでそれなんか、ハンサムな人はとかいう感じでやんなかったのね。自分選ばれる気満々だよ。自分しかいないじゃん。だってですよ、もう今も言っちゃいますけど、ノエさん8月のお休みですよ。ノエさんの日中は夏終わっちゃう。9月の秋なんですよ。そうですね。じゃあここにいる人はみんな暇な人ってことですか。そうそうそう。スケジュールが1年以上空いてる人限定ですよ。ノエさん出てるの。だから次ノエさんが出るのは秋ということで。そうです。じゃあ秋にその企画やりましょうか。はい。夏が一番似合う。秋にやる。秋にやる。秋先にやりましょう。紅葉が綺麗なシーズンに。そうです。で、まあまあまだ残暑みたいな感じで取り上げるみたいですか。まあまあまあ、まだ暑いだろうから。いいんじゃないか。まだ夏っすよ、そうそう。暑いから。それは、8月まで来なくて、それデータかなんか届くんちゃう。あ、でもノエさんいないと、でもそれはちょっとかわいそうなんじゃない？だって。ノエさんがね、統計取ってきてるんでさ。じゃあもう来月にやっちゃうのはなしで、9月に。ちょっとなんかあれですね、前から僕ちょっとチラチラ思ってますけど、ノエさんに厳しいっすよね。すごいノエさんに厳しくないですか？なんでですか？ちょいちょい思ってたんですけど、なんか。やっぱりなんか、同じぐらいのこうアーティスト目線かな、みたいなね。そっちはいいから。ノエさんがちょっと売れてる、売れかけてる。若干そうですね。一歩下にいるから。じゃあまとめると、嫉妬で。まとめるとそう。まあまあまあ、そんなこともありますけどね。ただ僕らもね、だからノエさんみたいにいろんなね、とこに出ていって、いろんな作品を発表していって、頑張っていきましょうということで、本日の企画はちょっとね、ちょっといつもと変わった企画になってございます。こちらの方なんですけどね、皆さんご存知でしょうか？飲食チェーン、牛丼の飲食チェーンで、一番美味しいところ、すき家さんですね。ああ、そうですね。考える間を与えなかったですね。そうですね。あそこの店舗ですね。なんとですね、今ちょっと、店内で有線が流れてるじゃないですか。その有線の中で、ちょっといろんな音楽企画をやってるらしいんですよ。そこになんとその有線で番組をやってるんですけど、そこの MC がなんと、イノキントリオ。タモキントリオ。ごめんなさい、本当に、誰か台本作っといて。台本ないと全然わかんないから。タモキントリオの野村よしおさん。おぉ、はい、すごい。あの方がなんと今、好き合内で番組をやられてるということで、その番組の中で、いろんなアーティストの曲を集めて、ダメ出しをしてってるらしいんですよ。で、それで、楽曲ぐわーっと集めて、はい、もうよしおさんが、この曲最高って曲を、今やるっていうフェスをやってるらしいですよね。店内で放送みたいな。そうなんですよ。それで一般公募もありながら、それで一般投票もありながら、で、吉尾さん票がものすごく強いっていうね。なんかそういう番組をやられてるらしい。そうなんです。だからそちらの番組に、ちょっとこちらの音楽番組なんでね、応募してしまおうということで、なんと第一発目。乗っかっちゃおう作戦。そうですよ。この番組メイン MC でございます。Z ポイントの曲を応募しました。なんですけどね、はい、まあこちらの方がまだ結果は出てないんですよね。まあそうですね。そうなんですね。まだ応募したばっかりで。うん、はい。こちらの野村、よしおのフレッシュミュージシャン、あなたの曲が好き屋で流れるオリジナル楽曲大募集というのを送らせていただきましてね。こちらの方がグランプリの楽曲は好き屋からビッグなプレゼントがある。おお、なんだろう。これ多分もしかして、これ、年発じゃないですか。毎日、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 
もうトッピング代だけで済むっていう。あれ、めっちゃいいじゃん。そう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 。うん、そういうものがもしかしたらもらえるかもしれないですね。すごい。うん、だそういうちょっと応募させていただきまして。はい、はい。で、あとこちらの方なんで、すべてがオリジナル楽曲ということで。はい。うんうん、はい、だから、本日送った曲を、ちょっとこちらの方で流してもらって、はい。で、どんな曲を送ったかっていうことなんですけど、ちなみに太田さんどうですか、今回送った曲の。まあ、今回送った曲はもう、はい、そうですね。どっちかっていうと、セルフオリジナルみたいな。セルフオリジナル。そうですね。うん、ちょっと噛み砕いて言うと。噛み砕いて言うと、はい、まあ、アーティストさんから曲を、はい、まあ、ちょっと、お借りして。お借りして、はいはいはい、今いただいて、はい、それを、自分らでセルフアレンジをして、はい、まあ、違うものにして、自分らの曲として、まあ、作ったみたいなね。うん、で、ちなみにじゃあ、楽曲をお借りしたというか、まあ、貸してもらったというか、許可を得たんですね。そうですね、もともとの曲はそうですね。はい。で、ちなみに、その、もらった曲というのは、どちらのアーティストさんですか？かの有名な、はい、王道坊主さん。おー、はい、おー、この番組にも出ていただいた。出ていただいた。ねえ、いつまで経ってもこわもてのアーティスト。まあまあそう。なかなか丸くならないアーティストさんで有名な、あの王道坊主さん。王道坊主さん。ねえ、あの、この番組にはもう出ないことを祈ってるんで、僕は。いや、もう好き勝手言ってやる。毎回でも誘ってるんで、はい、あ、そうなんだ。ただスケジュールが合わない。あ、まあ、夏はもう多分、90% ちょっと忙しいんで、ちょっときついかなっていうのを連絡が来てやる。あの、王道坊さんって言ったら、あのね、クローズとかで有名な、そうです、ね。落書きのところに必ず名前が王道坊さんって書いてある。そうです。あの、作者の方が大好きです。そうです。クローズワーズの、ね、方がもう。だからすごくね、あの、その業界ではファンが多い方ですか。そうです、多いですね。うん、すごいロックな方ですよね。そうです。本当に。だからその方々の楽曲をセルフカバーして、そうです。それを送らせていただいたということで、はい、ちなみに楽曲の名前は秋風です。秋風。はい。また、夏なのに。夏です。違う。夏なのに、秋風。はい、ということで。うん。なんかちょっとみんな今日外してくるね。なぜか秋に思い入れが多い人が集まってしまった。そうだね。若干ね。まあ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 。なんか好きやの色的に秋かな、みたいな。うん。ちょうどいいよね。そんな、好きな色的に、赤色は秋が合うと。そうです。もみじからみたいな感じなんですよ。近いから。適当に言うのはいいんですけど、なんとなくちょっとアピールしてね、月屋さんの方に。そうです。僕らの曲よろしくお願いします。はい、ということでじゃあそちらの楽曲ね、なんといっても、ちょっと聞いてみましょうか。そうですね。秋風の方。はい。こちら一応この番組では最初の発表。そうですね。はい、初めて流す曲、うん。新曲でございます。そうです。はい。ということでじゃあ、はい、行きましょうか。それではよろしくお願いします。Z ポイントさんの秋風、お願いします。人たちには お詫びのしようがないけれど、
ありがとうございます。ありがとうございます。いい曲ですね。いい曲だったね。そうですね。一個だけ僕失敗したなと思ったのが、あの、曲はあっちが流れてるんですか、はい、画面は普通にこっちが流れてたんですね。あ、そうなんですか。あ、そうなの。でも普通に携帯チェックしたのも、よくないですね。あ、それはよくない。そういうのはよくないですね。だから揺れてんのが正解だよね。揺れてんのが正解だよ。あ、よし。なるほど。何映ってないのに何やってんのかなぁ。映ってないから。揺れててくださいみたいな。カロリー持ってない、カロリー持ってない。正解でしたね。正解です、こっちの方が筋肉ついても、はい、ということでこちら秋風というね、はい、楽曲ですので、はい、ちなみに姫はどうだった今の感じ聞いて。やっぱハーモニーが素晴らしかったです。ちょっと待って、え、誰ですか。え、私ですか。私酒焼けをした前田敦子です。じゃあ前田敦子って言い張るのはもうやめた方がいいと思う。金太郎でしょ完全に。いや、前田敦子です。前田敦子さんをセルフカバーされてるよ。そうな。セルフカバーされてる方をセルフカバーしてるみたいな。そうだ、みんながカバーカバーって言うから、うちもカバーしちゃえと思う。カバーのカバーになっちゃってるからね。よくやるよね。まずちょっとごめんなさい、秋風の途中なんですけど、ちょっと、俺すごいと思う。同じ芸人としてね、はい、人がやってることをまたやるってのはすごいと思うわ。いや、私はね、金太郎さんの真似をしてるじゃないですか。これ途中から見た人は、私が姫名めぐみということを知らない。遠くから見たら金太郎と思う。視聴率上がる。みんなに貢献できるじゃないですか。じゃあごめんなさい、この後の後半のね、放送、すべてだんまりでお願いします。喋るとバレてしまうんで、そう。だんまりでお願いします、ということで。大丈夫。どうでした？こういう楽曲というか。そうですね、ギターの音色とあとハーモニーと、本当にその、秋風というタイトルの通りなんか、足を漂う感じです。ああ、楽曲はね、一応、王道坊さんが作ってるんで、元 Z ポイントさん褒めてあげてもらって、その、歌ったりとか、アレンジした大変な感じが良かったとかね、そうですね。原曲もどういう感じなんですか？そうですね、原曲を聞いたことないからね。原曲はもっと、とりあえずハーモニーはない、まあ、男臭い感じの、なんか、バラードみたいな感じですね。バラードでもない？これバラードじゃないですね。うん、完全に。近いと。うん、という感じらしいですよ。はい。うん。はいということで。すべての情報を得た上で、はいと書いてますね。ありがとうございます。さすが。違いますね、やっぱりね。なぜか知らなきゃ脇汗が急に飛び出す。なぜだろう。じゃあ、すいません、どうでした今の感じは。そうですね。なんかこう、バンド、ゼットポイントファミリーポイントさんは、バンドって聞いてたから。ファミリーって言った今。ファミリーだと思ってた。ファミリーだと思ってた。ファミリーだと思ってた。カニ食べ行く感じ。カニ食べ行く感じ。好きそう。カニ好きそう。確かに。ごめん、真面目にやろうか。この楽曲のところは真面目にやろうか、ちょっと。そうですね。で、その Z ポイントさんは、そのバンドって聞いてたから、ずんちゃかずんちゃかみたいな、こう、ああ、しないですけど。なんですけど、すっごいもう癒されてました、こうやって。眠れそうな感じの子って。ああ、最初のとこね。途中からね、バン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 ってなりますね。途中からテンポアップして。だからあれも前後半飽きさせない作りというか。そうですね。最後まで飽きることがなく。これどんどん聴いてみたいなっていう感じもありましたよ。そうですね。YouTube でもアップされてるんで。あ、そうですか。はい。これもう検索したらすぐ出る感じ。そうです、出る。はい。かまやんはどうなんですか、このセルフカバーに関しては。まあ、ねえ、その、セルフカバーさせてもらったバンドがバンドなんで、まあ、ねえ、緊張っていうか。まあでも。言ったら、自分らの師匠として慕ってる人もですね。の曲なんでね。やっぱね。まあ緊張はしたけどね、まあやれるだけ、ちょっと思いっきりやってやろうみたいな。Z ポイントさんはね、一応ここにデータがあるんですけど、松尾夏希さんっていうボーカルの方がいらっしゃるんですけど、あの方は歌われてないんですか、今回は。サビと、ハモリだけかね。そうですね。基本メインを、一応、王道坊主さんの形をあまり崩さないようメインを構えにして。はい、ああ、一応男性というのがしっかり残してる、ね。そうですね、そこは残させてもらって。はい。なんで、もう、8割ぐらいは。そうだね、俺が。メインですね。で、サビで、あと、ハモリの部分、はい、三人称になってるんですけど、はい、三人称は三人向きになるんですか。
三人称。この中で言うと、斎藤和弘さんですか。ええー、そう、ギターのですね、違うよ、ね。違うから、サポート、こっちも帰ってサポート。ああ、ほんとだ。あ、そうそうそう。加藤忍さんだ。それそれもサポート。サポート、あ、サポートって書いてある。じゃあ、残すは、ゴンモリ和樹。ゴンモリ和樹はギター。はい、歌わないです。っていうことは、今回まさか。まさか歌、はい、歌って叩ける。はい。この私が。はい。歌ってるんですよ。はい。で、全部聴いてもらうとわかるんですけど、はい、もう、一番美味しいところを俺が一人で歌って。後半の。ちょっとわかんないんだけどさ、はい、楽曲として完成させるわけじゃ、うん、美味しいところ俺が撮ってやったんだよ、とか、ね、そういうレベルの話じゃないと思うんですよ。そうです。違うんですよ。これはちゃんと理由があって、王道坊主さんに、多分じゃない。絶対に思い出があるのは俺なんですよ。だから、それで、その敬意を表したいと思って、ちょっと歌わせてくんないかっていうことで、ちょっと折れてもらって、残りの1割の美味しいところを俺が歌ったみたいな。これさ、ヒデさん、例えばさ、お笑いやってるとよく俺らであるけどさ、はい、チームプレイなわけじゃん、結局は。で、なんかその一つのトークライブやったとしても、誰かが今ボケてるからそのサポートに行くと、本当のボケの人でもそこは絶対ね、ボケで出ないから、サポートに行くとか、そういうチームプレイで一つを完成させるっていうのが作品だと僕は思ってるんですよ。これが、音楽でいうチームプレイみたいな。思い入れが強いとかって関係ないと思うんですよね。その辺に関しては。思い入れが一番のいい曲なんですよ。じゃあ最初から一人で歌えばよかったですよ。最初から一人で歌えばよかったですよ。そうするとやばいっすよ。いや。ハモリですよ。ハモリです。コーラス。だってあれですよ。だいたい基本、仮メロを入れてんの俺っすからね。仮メロ、うん。最初のメロディーを作って、うん、仮メロそうです、うん。仮のメロディーがあって、うん、それを。ああ、そういうことね。そうです、うん。ネタ帳があって。新しいお菓子かと思ってました。何の話してるのカルペラみたいな。もうだから差し入れに仮メロ入れてるの俺ですよ。毎回楽屋の見舞いに。どんだけお菓子そうそうなんですよ。なんで、まあ、とりあえず全部歌っちゃおうかなと思ったんですけど、それかわいそうじゃないですか。まあまあまあね。はい、だからその美味しいとこだけ。美味しいとこだけを。いや、これ野村芳雄さんどうなんですか、これ。本当に。いや、そこも評価してほしいですね。まあそうですね。そうですね。だからどうなるかってことですね。はい。はい、ちなみにね、じゃあこういう感じで、デッドポイントさんのプロフィールを、はい、一応ね、送らせてもらう要所こちらにね、はい、用意させていただきますね。はい。いろいろ、まあありますけど、デッドポイント、太田さとき、番号が090。いや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 。めっちゃかかってくるよね、こっから。ダメなんですか、これ。そこは、ダメなんすかじゃなくて。そこはダメでしょ。あ、これダメなんですね、これ。全国からすごいもう、本当するよ。電話が。ああ、うん、いや、電話だったらいいけど。多分なんか出会い系が。そうね。まあ、プロフィールの説明で書いてあるのが、和装ポップロックバンドは、はい、ポップ、ラップの3ハイブリッドロックです。そうです。へー、すごい。すごいですね。すごいです。なんかいろんな要素があるってことですね。そうですね。はい、楽曲は王道坊主さんから著作をいただいたアレンジしております。はい、ということで。いいですね。はい。じゃあ、こちらの方を送らせていただきます。はい。はい。はい。じゃあ、こちらの結果の方は、じゃあ、来月発表ということでいいですか？これ、はい。発表はこっちに来るんですか？いつ締め切りなんですかね、まあ、一応締め切りは明日までなんですよ。おー。それで、一応、サイトの方を見たら、フューチャーされたりとか、放送に乗った人とかの楽曲が流れるようになってるんで。うん、そちらを見てもらったら、スキヤさんのサイトの方から入っていただいたら見れるということで。あー、なるほど。はい。あ、じゃあそこに行かないと見れない？まあまあまあ、そうですね。こっちから情報来ないってこと。だからでも、スキヤで食べてたら、もしかしたら、急に流れてくるかもしれないっていう。うん。毎日付き合いっちゃおうかな、じゃあ。っていうことでしょ？そうですね。これね、絶対行きますよ、だから。で、今回はね、デッドポイントさんだけですけど、はい、まあ、お二人もね、動画やってもらって構わないで、はい、もう、ヒーテなものをちょっと撮ってこいよ。うん、音楽ですか？音楽だから、オリジナルね。オリジナル。オリジナルで。頑張って聞いてみます。そう、オリジナルで。そう、だから、それでちょっといろいろとね、いろいろ調べさせてもらったんですけど、はいはい、スキヤさんのそのサイトを探すので、俺オーディションとかね、はい、いろんなもの調べたら、はい、めちゃめちゃあるの。へぇー。だから遅れる先がすごくあって。それはチャレンジしないといけないんですよ、うん。そう、面白そうです。今まで君たち何やってたかって逆に思っちゃったから。そう、どんどん送ればいいのにって。そう。だからこの番組を発信にガンガン送っていこうと思うんですよね。そう。はいはいはい、そう。で、僕が今一番目つけてるのは、うん、長野県にあるとあるスキー場のテーマソングなんですけど、そこぐらいの規模だったらいけるんじゃないかっていうね。あー。ちょっ
ちょっと。あーって言ってるけど、そんなに簡単じゃないんじゃないの？そうですね。でもわかんないですよ。だって、例えば、すき家さんって言ったら、やっぱりね、すごくハードルが高い格式があるように見えるじゃないですか。ただ、長野県の、どんだけ長野バカにしてるんですか？バカにしてますよ、それ。違う、長野県がどうこうではないです。だスキー場のテーマソングのオーディションあること知らなかったでしょ、だって。だったらいけるんじゃないかな。あれって優先流せるんじゃないんですね。違うんですよ。ちゃんとそのスキー場のテーマソングあるんですよ。ずっと広瀬香美じゃないんですね。広瀬香美には負けますよ。見てこいよ、外は。だってこの時期から準備してるアーティストいないと思うよ。スキー場の曲だと思って。でも、長年と歌ってる日。ね、アーティストも。だからその、だから歌詞はでは僕らが考えますんで、楽曲だけ歌ってもらうとかでもいいし。すごい。常夏の恋とか、そういう感じ。それをスキー場で。スキー場で。なんか、前で夏の曲。それはちょっと、ビキニ姿がたまんねえ。それスキー場で湘南の風が流れてるみたいな。でも板は履いてるよとか、そういう感じで。板がつけてるよみたいな。ちゃんとスキー場に寄せてますよっていう歌を作って。もう、そう。富士の曲じゃないですよね。もうそう。へぇー。歌詞はそう、だからね、だから今回の、ですよね、だからスキー屋さんで流れその秋風っていう曲も秋だけど、夏に流してもいけるでしょうってことも、ね、そう。そう。タイトル変えずに中身の歌詞だけちょこっとだけリメイクしてる。すごい。毎回ね、もう全部新曲です。新曲ですって言えるから。まあ確かに新曲です。新曲ですから、そしたら。新曲うん。かな。はい、ということでね、そちらもどんどん送っていこうと思います。じゃあ、二人もね、参加してもらって。はい、頑張ります。オリジナル楽曲を持ってきてもらって、それをガンガン送っていきましょう。で、毎回これ発表しますんで、今回これを送ります。はい。で、落ちたのを表にしていって、罰つけてくんで。これ、全部罰つけてくんで。ずーっと。これ、上本さん、これ罰ばっかだなぁ。ジュリアナックやな。でも今回の1回目でもいきなり丸がついちゃうからね。いきなり丸がついてしまうかもしれない。そう、しまうんですよ。もしかしたらね。そうそうそう。そうすると後に来る人も大変だ。大変だな。最初落ちてくれるとやりやすいよね。まあな。せっかく面白いですからね。来月はだから一気に5着で送るから。ああ、そう。某有名レコード会社とかで送る。もう。行こう行こう。行こう行こう。やっちゃうやっちゃう。うちの新人お願いします。マネージャーだよ。マネージャーだよ。マネージャーやん。すごい、もうそこの製品ばっか買ってますから。そちらさんのって言いますか、そう。で、じゃあそれで行きましょうか。それで、じゃあ。行きましょう。ということで、じゃあこちら、すき焼き学のね、結果の反応は、じゃあ、出次第発表させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ次の企画行きましょうか。はい。あ、それはじゃあ、これ、最初に聞いとこうか、そしたら。いいんですか？はい、いいですよ。こんな番組の中盤でもらって。はい。そちらは何ですか？今持たれてるのは。映ってますか？はいはい。はい、こちらですね、先日7月10日に発売になりました、常夏ジャパーレゲ祭という曲でして、全部で30曲入ってまして、これカバーアルバムになってるんですね。はい。で、カバーアルバムなんですけれども、多分皆さん、どの曲も聴いたことある曲ばっかりだと思うんですけれども、はい、その曲の30曲のうち、まあ3曲、3トラックだけなんですけど、はい、歌わせてもらっておりまして、ちなみにどんな人が参加してるんですか、中には。そうですね。皆さん、シンガーさんですね。やっぱ、オリジナル曲を持って普段から活動してるライブハウスとか、はい、クラブシンガーさんとか、まあ、あとはそう、インディーズで曲出してる人とかが、こう、いろんな人がこう参加してるんですけど。ちょっと見せてもらっていいですか？じゃあ、カバーアルバムってことは？おー、あ、知ってる曲いっぱいありますね。はい。どれ知ってます？そばかす。あー、やっぱりね。ぐらいの。すごい。あ、いろんなことを、ね。絶対知らないですよね、なんか、その開始。大丈夫ですか？アベマリアって。アベマリアってミンミさんの曲ですね。ララブソングとかね。ちなみにどれも私歌ってないですね。今のところ。これあれなんですね。これかわいそうでもない、かわいそうっていう話でもないですけど、これ後ろの方に自分の名前入ってないですね。それは、そうなの？ほら、全部あれです。カバーってやつの名前なんか。なんか1年前ぐらいにその著作権の法律が変わってしまって、そうですね。で、そのなんかその著作権、
の、その、この前に一回出させてもらったカバーアルバムは自分の名前載ったんですけど、うん、もう最近その著作権の決まりがすっごい厳しくなっちゃって、うん、その元々の曲を歌ってる人の名前じゃないと載せれなくなっちゃったんで。そうなんだ。だからもうわざわざ誰々さんの何々を歌ってますっていうのをブログだとか、そういう SNS に書いたり、はい、こういう番組出た時に言わないと、誰が歌ってるかがもうわからないんですよ。見てる人が。誰が歌ってるかだって、わかんないわけじゃねえんだから。全然わかんない。で、ちなみにじゃあ何を、これ今流せるんですか？はい、一曲だけ。流せるんですか、これを。それは流すことは可能ということで。はい。はい、じゃあ、ちなみに何を3曲歌ってるんですか？今から流してもらうのは、はい、ミス王者さんの B って曲なんですけど。はい、B？ どれですか？ B って曲ですね。B。はい。B。B。なんでそんな。他の曲は、ミーシャさんのエブリシングと、はいはい、ベリーさんのもう二度とっていう曲を。なんでエブリシングを流さないですか？そう、エブリシングの方がいいんじゃないかな。ねえ、聞きたかったよね、そっちの方は。だって B 知らないもん、俺。B 絶対知ってますよ。絶対知ってますよ、大丈夫ですよ。本当ですか？じゃあ、ちなみにその歌ってる B を流してもらってもよろしいですか？はい。あの、マイクをオンで流してもらっていいですか？ちなみに、マイクをオンで。こんな世界で一人きりで歩いてきたような顔をして、フューチャリングリナです。フューチャリングリナじゃない。フューチャリングだよね。カバーですね。ミス王者さん会ったことあるんですか？ないですね。会ってみたいですけどね、それも。でもこの CD がちなみにいくらで売られていて、どうやって引くことができるんですかね？全国。はい。ああ、大丈夫なんですか？はい。全国、今、スタヤさんだけで、1000枚ぐらい出てるんですけど。そう、ツタヤってこれ並んでるんですか？はい、北海道から沖縄までツタヤさん全国で、あとゲオさんと、はい、あと CD ショップタブレコさんとか、はい、でも買ってもらえますし、はい、あと通販の楽天さんとかアマゾンさんとか、はい、なので、まあ、海外からも買ってもらうことができますね。はい、あとは一応私のブログとか、はい、Twitter、Facebook もやってるので、そちらからもメッセージとか送ってもらうと、はい、そちらでも手配することは会社の方に可能でできますので、はい。本当だ、すごいしっかりしてる。そうなんだ。でも、はい、よかったですね、なんか最初の。はい。で、これ選べたんですか？選べましたね。選べるの？選べる。なんか、うん、こう、まだその、他に決まっちゃってる曲はさすがにそのうちの半分ぐらい送られてきて、はい、その中からこう、歌いたいのサントラック選んでくださいって、あの、依頼が来るんですね、そのレコード会社の方から。で、それで、そのレコード会社の方から、そのリストが来て、はい、じゃあこの3曲やりたいですって、じゃあその3曲練習しといてください、以上、みたいな。そんな感じなの？で、それで、そのレコーディングの日まで必死こいて練習して、みたいな、はい。で、レコーディングに行って。好きな曲は？なんで、別に夏に関さなくて大丈夫な感じなの？冬の曲だろうが、秋の曲だろうが、それはとりあえず夏っぽいレゲエにカバーしてます、ミックスしてますよみたいな感じなんですよ。ああ、なるほど。それなんだ。だからかな。奏でとかあるからさ。そうですね。エブリシングも冬の曲ですよね。そうね、確かに。トコラスって言ってますけど。夏っぽくしてるっていうことですね。はい。すごいね。いい仕事をしてますね。よろしくお願いします。皆さん買ってください。本当に嬉しいですよ。お願いします。ありがとうございます。すごいな、今の。今の言葉に著作権入ってますけど。はい、ということで、まあね、案の定時間が余りましたので、じゃあ、こちらからじゃあね、歌遊び企画行きましょうか。はい。はい、ということで、今から、何でしたっけ、怪談話。怖い。めっちゃ怖い。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 怖いわ。こういうの怖いんですよ、私。気持ち悪いわ。めっちゃ苦手なんですよ。何怖いの、本当に。本当怖い。怪談話って、はい、1人1つぐらいは持ってるでしょって話なんですよ。はい、まずその怪談話を普通にしてもらいまして、はい、その後、あちらの方で音を流してもらいます。それで、さらに怖さを倍増させたりとか。いやー、させていこうっていうね、音楽の力って素晴らしいという企画でございますので、今日は。めっちゃ怖い。はい、ちなみに怪談話って何か持ってます？はい、ちょっと、うん、怪談話って日本語おかしいよ。怪談話ですか？怪談だから。怪談ですよ、話し合いらない。怪談。怪談話がおかしいって突っ込まれてる。すごい気
違う違う。あの、ケーキが恥をかかないように、今突っ込んでる。じゃあ、階段していきましょうよ。そう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 。階段しよう。階段をね、今から階段しよう。正しい正しい。めっちゃ怖い、怖い。階段しよう。階段。昔あったテレビ番組でね、あの、階段のいろんなやつがありましたし、はい、そこで聞いたのでもいいんですけど、ちょっとそれを教えてもらって、ね、ちょっと、あの、ワイダン、ワイダンっていう。いや、そっちはダメ、そっちはダメ。そっちダメだよ。ワイワイしたいんだよ。ワイワイ。そっちはダメだよ。ワイダンなしで、じゃあ。ワイダンなしで階段でいきましょう。はい。じゃあ、ヒメラ、なんか、ちなみに、1本だけ短いの、なんか、戻っていい私なんですけど、はい、私今真似してんの？してないです。してないですよ。本当に？はい。じゃあちなみにその階段、ね、ちょっと短めのやつ、じゃあ一個取り上げてもらって。私の今住んでるとこが人が亡くなった部屋なんですよ。おお。普通、いやもうめっちゃ怖い。こういうのは絶対寄ってくるじゃないですか。は？こういう話をしてたら何してんの今？寄ってきてんじゃない？寄ってくるじゃないですか。え、なに、あ、この BGM が怖いから今、話が何回か止まっちゃったの今。はい。あ、そういうことね。うん。あれ、BGM ね。でも、じゃあまあ、怖かったら、ちょっとごめんなさいね、触っちゃうかもしれない。怖い。急にワイダンしていいから。急にワイダンしていいから。あ、途中で予選会じゃん。途中でワイダンしていいから。おう、ちなみにちなみに。私、最近、引っ越したばっかなんですけど、はいはいはい。西東京に住んでまして、西東京。はい。そこの、今住んでる部屋が、孵化されてなかったんですけど、人が亡くなった部屋なんですね。で、ある時、なんか、洗濯機を接続しようと思って、業者の方を呼んで、チューブ繋いでいただいたんですけど、急に、繋いで、あの、検査しますって言った瞬間に、なんか黒い水がドボドボドボって出てきて。なんか錆びてたんだ。はい。で、それ、ただの錆びとかかなと思ってた。で、私、ちょっと、まだ引っ越したばっかりだから、段ボールとかほどいて、片付けしてたら、うん、台所の方から急に、カシャーンっていう音がして、えっと思って、見に行ったら、カシャーンって言って、見に行ったら、コップが、普通にこういう机平らなところなのに、うん、こうやって置いてあっただけなのに、うん、粉々に割れてた。へぇー。怖い、怖い、普通に怖い。怖い、普通に怖い。怖い、普通に怖い。で、私が人が死んだっていうのを普通不動産の人が話さないとダメじゃないですか。聞かされてなかったんですよ。なんでかなと思ったら、あるサイトがあって、この幽霊物件みたいなサイトが載ってるサイトがあるんですよ。そこで、もしかして、そんなの載ってるわけないよなと思って調べてみたら、私の住んでるマンションの1階に喫茶店が入ってる。そこに、おじいちゃんが、コーヒー飲んでて、急に車がガシャーンって突っ込んできて、死んじゃった。ちょっと、あの、姫野の部屋怖くないじゃん。そう。下のレストランが怖いわけだよ。そう。で、なんか、2チャンネルとかでも話題になって、そこの喫茶店すごいサンドイッチが美味しいらしいんですよ。でも、客がサンドイッチになっちゃったね。うわ、最悪最低だな、お前っていうのが2チャンネルで叩かれてて、お前今最低の落とし方したの、今。違う、私っていうのなってて、ちょっと何個前、髪の毛。こいつ何なんだよ、最後めちゃくちゃじゃん、お前のその話。そう、なんか2チャンネル叩かれるの見て、ゾゾゾゾってしました。でも、でもね、やっぱ、俺すごいなと思ったのは、たどたどしい喋り方じゃないですか。で、途中からこう心が何回も僕離れたんですけど、カシャンって言った瞬間、なんかシャッターって、その中になっちゃったんですけど、でもこの音楽のおかげですよ。そうね。この音楽のおかげで最後まで聴けるって感じで。でも、私の部屋に芸人仲間何人か遊びに来たんですけど、結構。いや、まだ続けんのかよ。いやいや、今の話を音楽変えてやってみようよって話だから。霊感強い人いて、その足掴まれた。お前まだ続けてんじゃねえか。違うじゃん。企画ね。はい、だから音楽を変えて今の話をしてみようっていう。ああ。芸人さんなのになぜ説明が必要なの？怖いじゃん。誰かに話さないとこういう話って怖いじゃないですか。まあでも普通に怪談話でも面白いな。なんか思ったんですけど。いやでちなみにじゃあどうします？じゃこれを音楽変えてもう一回話させるっていうのは、これ、怖いと思うんですよ。そう。違う意味で怖いと思うんで、ちょっとやめましょうか、今のは。事故が起こっちゃう。ちょっとじゃあ、どうする？じゃあ、ウェボスさん、怪談話みたいな。
怖い。そう。2分以内ね。2分以内。そうですね。2分以内。僕自身なんかそんな霊感とか、さらっとした感じ。強くない、全然ないんだよ。よくわかんないんですけど、ちょっと不思議な体験というか。はいはいはい。なんか、学生の頃、春休みに、友達数人とグループで、読売ランドの方行ってきたんですよ。何ランドの方なんですか？その、まあ、とあるテーマパークに行ってきたんですけど、そう。はい。まあ、まあ、僕、音大出身だったんで、まあ、8割方女の子なんで、僕、一人だけ男で、あとみんな女の子のグループで、まあ、5、6人ぐらいのグループで行って、まあ、テーマパーク行って、その、まあ、お化け屋敷に入ろうよっていうことになって、まあ、僕自身そんななんか、割とホラーとか苦手で結構ビビりなところあるんで、嫌だなと思ったんだけど、まあ、男自分しか、一人しかいないから、もうちょっと自分がもう先頭になって、頑張って入るぞと思って入ったんですけど、ほんとなんかテーマパーク自体行くのが久しぶりで、なんかもう怖いところが逆にすごい一人でこうはしゃいじゃって、なんか全然もう怖いところが楽しくなっちゃって、結構なんかポルターガイストみたいな、すごい床が揺れたりとかすごい部屋があったんですけど、なんかもう全然怖くなくって、もう一人でなんかめっちゃ笑いながらもう、あはははとか言いながらこうピンピン跳ねてたら、逆にちょっとなんかその周りにいた女の子たちに、なんかこいつがどうしちゃったのみたいな怖がられたっていう経験があるんですけど、まあそんな感じでずっとなんかもう茶化すような感じでずっと僕なんか笑いながら最後まで、お化け屋敷を出て、まあそれからしばらくいろんなジェットコースターとか回って、まあいい時間になったんで、お昼になって、その売店でまあみんなでホットドッグとかを買って、食べて、まあ椅子に座ってたんですけど、その椅子が折りたたみの椅子だったんですね。でまあみんなでこう話とかして食べ終わって、まあいい感じになって、じゃあ次に行こうかと思って、まあ普通にこう立ち上がって、こうちょっと歩いた、次の瞬間、なんか、後ろで突然バタンって音がして、え、何の音だろうと思って見たら、その僕が座ってたはずの椅子が倒れてて、しかもその椅子が綺麗に折りたたまれてたんですよ。いやー、怖い。だから、なんか、ちょっと、なんか、なんかその僕が勢い余って立って、その衝撃で倒れたとかじゃなくって、普通にこうゆっくりスクッと立ち上がって、それでちょっと歩いてってしばらくしたらいきなりバタンと倒れたんで、なんかそのちょっと僕がそこのお化け屋敷で暴れたことによって、なんかそのお化け屋敷になんかいた霊が起こっちゃったのかなみたいな、なんかそういう不思議な、あと5秒遅かったら折りたたまれたんです。そうなんですよ、本当に。だからちょっと僕も、ま、もっと綺麗に折りたたまれてたんじゃないかなっていう、怖いなと思いました。気持ち悪い。でも自動で折りたたんでくれなんていい椅子ですね。いやいやいや、なかなかないよね。折りたたむのめんどくさいですもん、だって。ねえ、だってこの椅子全部折りたためって置いたら。そうです。めんどくさい。それが全部、パターン、あ、欲しい。何、どこの会社ってこうなるじゃないですか。なりますね。でもそういう経験があったんだ、一回。ありました。この霊体験とかあんましたことないけど、そういうのがあったっていう。一回だけあって、ちょっと、あれって。ああ、やだやだやだ。怖い。怖いやな。まだ直接的な話じゃないですね。そうだね。まだね。まだ。じゃあちょっと僕、直接的な。やだー。あります？あります？はい。本当につい最近。やだー。一週間くらい前の話かな。もう、まあ本当に僕、某ところで働いてるんですけど、バイトをしてまして、言ったら、水道付近。なんですけど、ちょっとジメジメした空間の水道付近があるんですよ。うん、とある水道付近に僕が行って、そこに段ボールが置いたんですよ。1個。ちっちゃいこれぐらいの、本当に。これぐらいの段ボールが置いたんですけど、その段ボールを、なんだろう、朝一、なんか、そういえば、あんなまで商品書いてたから、と思って、とりあえず、バッ！うわぁ！あげたんですよ。そしたら、中から、ゴキブリが3匹ぐらい俺の手の周りをうろうろしてどっかに消えていったの。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。怖い。怖い。やだ。そういうやつで階段怖いけど。違う怖い。ね、違う怖さだった。怖い。俺あの時に肩を痛めました。硬着しちゃったよね。それ一瞬で。怖いですから。まあまあ怖いですね。これはでも一番俺ね、霊体験ではない。階段話、階段としては絶対負けないと思う。これ以上怖い経験した人いないと思う。いや、私でも階段持ってるからやめて。ネズミ可愛いじゃん。嫌ですよ、ここにネズミ可愛い。ゴキブリ3色あったから。嫌だ。真っ黒と真っ黒のやつと茶色いやつと赤いやつだよ。いやー、最悪。進化してんのね。あいつがガン開けた瞬間、俺のこの手に当たんないように、この手の隙間を抜けて。ちょっと器用なやつだね。お前びっくりするわ、めっちゃ器用。声出ない声出ない、そう、急な時は出ない。肩してんだみたいな。本当に。まあそんな体験をしたんですけどね。いや、もう、音楽の
力が今あんま使えなかった。そうで、ちなみにじゃあ、かまやん。かまやん。うん。何があるかな、結構何年ぐらい前だろう。5、6年ぐらい前かな。まぁ、ちょっと音楽で、その、ちょっと地方をツアー回ってた時に、先輩のバンドと一緒に、まぁ、ちょっとツアーを回ってて、で、山道を走ってて、右手がまぁ、山で、左手がまぁ、断崖絶壁みたいな。そういう山道を走って、先輩のその車と、僕らの車と、2台の車で行って、で、僕らが前に行って、僕はちょうど運転してて、で、後ろに先輩たちがついてきてて、で、まあ、土砂降りだったんですね。土砂降りの日で、で、夜中、かな、1時、2時ぐらいかな、まあ、普通に走ってて、で、まあ、雨がすごいね、なんか言われて、で、普通に運転してたところ、まあ、目の前に、いるはずもなく、まあ、家も周りに何もないところに白い影が、パッ運転してて、やっぱね、前向いてるんで、視界に入る。あれっていう、で、そのまままあ通り過ぎて、で、先輩の番号に電話して、ちょ、先輩、今なんかいませんでしたか？なんだろうね、なんかいたような気がしたけどね、まあ、俺もちょっとね、運転してるから、ちょっと怖くなって、まあ、次のちょっとパーキング入りましょうって、電話して、で、パーキング入ったところ、まあ、先輩バンドの PA さんが一人ついてきてて、で、女性の霊感がある人で、その人が言うには、まあ、顔を、ちょっと、おばあちゃんだったね、みたいな。で、そのおばあちゃんが、まあ、その、雨降ってて危ないから、まあ、その、ゆっくり走ってくれって言ってたんじゃないかっていうのがあったっていう話ですね。ちょっと待って。お前、マジで邪魔だ。怖いんだもん。今、何のタイミングだったんですか？なんかね、後ろの方がミシミシって、木の脂肪とかしてるから、誰か来たのかなと思って。怖くて。だって、すごいタイミングだった、今。じゃあ、ロエさんのポジションだよ、それは。お前のやってることは。本当ですか？ロエさんが怖がってるんだったら、大丈夫って。みんなが気がつくフォローするけど、お前が怖がったところで何も思わないんだよ、怖いんだもん、だって。さあ、ということでね、今、例えばですけど、今、姫田がこれだけ怖がったのも、この音楽の力だと思う。ああ、それはありますね、全然。やっぱりね、怪談話をメインにやってる僕ら人ではないから、やっぱりね、至らないところはありますけど、でもそれでもやっぱ音楽の力ってこれだけすごい。ということで、ここから音楽をちょっと明るめの曲に変えてもらって、で、同じ話、違う話をしてもらう。まあまあ怖かったですかね、今のところね。いや、やだやだやだ、怖い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 。めっちゃ怖い音楽になってきた。なんか出てきそうでしたね、今ね。こっちになるんだったらさらに怖い話できちゃいますよ。間違いない。ね、ちょっとじゃあ明るめの音楽を流してもらうということで、大丈夫ですかね？いけますかね？どうかな？まだいけないということで。まだ。いや、だからね。でも、じゃあ、短い話で俺もう一個ぐらいしとこうか。怖い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 。じゃあ、これマジで、まぁ、テレビで聞いた話になっちゃうんですけど。やだ、これテレビで聞いた話だから、本当にちょっとね。まぁ、僕のではないですよ。まぁ、あとは俳優さんの話なんですけど。俳優さんがなんか今、ドラマを撮ってる最中でもうめちゃめちゃなんか忙しかったんで。だから忙しかったから、もう全然もう、ダメだダメだ。もう人とも関わりたくない。家に帰ったらすぐ部屋に入って寝たい。っていう時期だった。その時に、もう自分のマンションに入って、エレベーターに入ったら、とある帽子を深くかぶって、コートをこんな風にしている人とすれ違ったんですよ。で、その人が一回でブワッと降りてきて、どっか行った。で、その時に、その俳優さんとドンとぶつかったんですよ。で、何にも言わないでどっか行っちゃって、そのまま分かんない。で、自分でエレベーターがあったって、自分の部屋に入ったら、当たった場所に、血がついてる。いやー怖い、これはなんだ、この血がついてんの。うわ、怖いな。でもその時に何にもなかった。で、それで寝てて、朝起きたら、コンコンって電話があった。うわ。覗き窓見たら、警察が一人立ってて、ここで殺人事件がありました。なんか、情報を今集めてるんですよ。なんか見ましたか？いやー怖い、絶対それ。でも、疲れてたから、かけないから。いや、見てないです。もう知らないです。そんな。あ、本当ですか？あ、じゃあ、出てきて、はい。で、その次の日に、テレビを見たら、
このマンションで殺人事件がありました。うん、なんと犯人が捕まりました。うん、その犯人がなんと覗き合うから見た警察の顔だったんです。うわー、いやそれ入って出てってたらその俳優さんは殺されてたって。だからはい、あ僕実は見たんですよって言ったらお前見たんだよって殺されてた。めちゃめちゃ怖くない？これ怖い。怖いね。これめちゃめちゃ怖いでしょ、この話。階段より怖い。ほんとの話。でも、俺のゴキブリの方が、リアリティが怖いです。まあまあ、ゴキブリはね、そうですね。自分、実体験だからね。実体験だ。俺はあっちの方が怖かった。実体験だからね。やっぱね。そんな話よりゴキブリが手の周りを潤す。そう、そっちの方が。そっちの方が。まあ、ということでね、まあそんな話もありましたけど。ということで、じゃあ、リナちゃんまだしてないよね。じゃあ、したらじゃあ、音楽を、じゃあ、明るい音楽に変えてもらって。何ですか、それ、ハードルじゃん。めっちゃ頑張る。怖い話ね。とびっきり怖い話言っちゃったから。だいぶだいぶ。なんかすごい楽しそうだし。めっちゃなんかカーニバルみたいな。じゃあ、まあね、話しますよ。これは、そうですね、かれこれ5年前ぐらいかな。私が高校生の時の話なんですけど、初めて話しますね。そうですよ、高校生の時の話ですよ。で、まだ私たちは高校生なんで車乗れないですよね。で、その高校の同級生の子のその先輩がこう車に出してくれると。で、ドライブに行こうってなったんですよ。うん、で、乗ってるじゃないですか。聞いてます？はい、はい、はい。いわゆる心霊スポットに行こうみたいなのがあって、私そういうの子供の頃から親にそういうとこ行っちゃダメだと教育されてたから、絶対に行きたくなかったんですよ。でもまあ連れてかれて、行くしかなくて、先輩だしと思って。で、そしたらそこの、その、スポットはなんか赤い服の、赤いワンピースを着たこう女の子が出るっていう、こう有名な心霊スポットだったんですよ。で、そこに行って、うん、でそこに行くときに、まあ、とある有名なこうアーティストさんの曲をこう車でかけながら聴いてたわけでしょ。で、それ持ってたのは、私の、その頃まだ MD だから、その私が MD を持ってて、それをかけてたんですよね。うん、で、行くとき大丈夫だった。帰りも大丈夫だった。うん、じゃあ、家に帰って、その一緒にドライブにその行った同級生の子も泊まりに来たんですよね、うん、私の家に。で、じゃあ、あの MD、なんか、聴いてみようかってなって、MD いやだから何ですかドアがキーって言ったから CD こうかけるじゃないですか、コンボにしたらちゃんと流れてた歌がってなって全く入ってないんですよ。1トラック、2トラック、3トラックって12トラックぐらいまで入ってて全部もう雑音なんですよ。で、どこで再生しても全部雑音で、でもこれ絶対手取りついたんじゃないかと思って怖くて、それを、まあ、通学途中、一緒にその子と行くときに通学途中、とあるその駅でその MD を置いてきたんですよ、切符売り場のところに。で、それで、まあ、何事もなく学校に行って帰り、人身事故で電車が止まってて、で、その同じ駅を通るわけですよ。で、そしたらなんとその私が MD を捨てたところに、で、人身事故が起きてて、で、それだけのちょっと怖いじゃないですか。でもそしたら、そのなんか人身事故の現場を見た人がすごい騒いでて、赤い服のお姉さんが落ちたのって叫んでたんですよ。怖い。だから、その、私が行った心霊スポットには、その赤い服を着た幽霊が出るっていう有名な心霊スポットに行ってるんですよ。で、それで、その次の日に人身事故で落ちた人も赤い服の服を着たお姉さんが落ちて、それで人身事故になってたんですよ。で、MD にも入ってた曲が入ってなくて、全部雑音になってるんですよ。もうあれはもうめっちゃ怖かったですね。めっちゃ怖い。もうやだ。普通に。そうお前さ、本当にお前のせいで今日台無しになってるから怖い顔だって、うち怖いの本当ダメなんだ。ごめんね、もう一回言うけど、はい、あの、音楽が変わったら明るくなって怖くなくなったねっていう話に、はい、そういう話なんだよ、はい、もう音楽が変わっても怖い怖いって、そうだ、ギーって、ギーって言うしさ、それぐらい聞いてくれてたってことですよね。途中から何何全然分かんないよ本当にもう怖いもん。何どうしたらいいの？何何ちょっと自信なんですけど自信なんですけど。結構壊れますからやめましょう本当に。やだもう。器物破損ですよ。ここのスタジオ、ご飯の使う方、クレームきますよ。巨神兵が、すごい。巨神兵が思うて
何にビビったって今の幽霊にビビりましたよ。どんな自信だよと思っちゃった。何だろう、どうしたらいいの。じゃあ、私めっちゃ怖いものあるんで、それ見せていいですか。何ですか。じゃあ、怖いものがあるんですよ。見ていい、 見たい。これは見た方がいいです。私見せてもらいます、さっき。先日ね、あるドラマのロケに行ってきてね。じゃあ、もじゃもじ行ってじゃん。そこですよ、そのカメラ。怖いものができたんだ。ないない。うわ、気持ち悪い。何これ。え、どういうこと。サンダル焼け。あ、びっくりした。うわぁ。サンダル焼け。サンダル焼け。怖くないですか、悪魔の。いや、気持ち悪かった、今。びっくりした。うわ、なんか俺なんか出来物がすごいことになってるのかな。え、サンダル焼けさんですって。え、何これ。お前なんか見せろって言ってんじゃん。何か、ね、パンツ、パンツ大丈夫ですか。パンツ、パンツ大丈夫ですか。パンツ大丈夫だったね。大丈夫、ちゃんと下に履いてる。おそういう問題。パンツを履いてるってこと。それはパンツの上にちゃんと、あ、そうです、そうです、じゃあ履いてる。パンツちゃんと履いてるから大丈夫ですよ。そこ、何なんだよ。もうやめてね。おお、もうまあ分かったけど、ここまでは。おお、まあね、ちょっと今日の企画なんですけど、そう、まあこの子のせいで、はい、台無しになったということで。もう本当に、もうやめよう。対談話ってこれ言い出したの誰だ、これ。俺最初に。じゃあ原田さんですか。私じゃないです。でしょ、本当に。原田さんでは間違いない。そうですね。そうですね。原田さんだけどね。そうですね。はい。ということでね、じゃあ今の感じで、だから音楽の力で、そうですね。いろいろと怖さが変わったりとか、楽しくなる雰囲気が出るということで、はい、ね、よろしいですか。はい、よろしいです。よろしいですか。怖いのやめです。よろしく。怒られるわ、こんな MC で。はい、ということでね、はい、まあ、この企画もそうなんですけど、じゃあ次回からいろいろとじゃあオーディション用にどんどんと楽曲を送っていきますんで、はい、そのオーディションのチラシもガン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 持っていきましょう。はい、これに送りましょう、これに送りましょう、これに送りましょう、ガンガンやっていって、そうですね。そう。で、ノエさんが帰ってくるまでには売れるということで。あと2ヶ月。あと2ヶ月の間に、何かね、ちょっと。何か進化していれば、ね、誰かしらね、スターになってたりする。ノエさんが帰ってきたら、実は僕、これ決まっちゃったんすよ。感じるっていう、ね。そう、うん。それで行きましょう。付き合い行きます、はい、流れてますね。それで行きましょう。そういう感じで、持っていけるようにしましょう。そうですね。うん、まずは好きやから。うん。ノエさんが好き行きたいって言ったら、はい、あ、長野県なんでどうしたの。行ったりして長野県で。決まりましたよね。あそこを進めちゃう。あそこを進めちゃう。そうですね。そしたらもう流れてきて、帰ってきたらもう俺らの芸能人扱いですよ。そう。そんな感じにしましょうか。行きましょう、それ。はい。という感じで、今回はやらせて。あ、なんか告知もありますか。あ、告知、9月の4日の、はい、4日に、ライブが、あ、そうなんですか。あるんで、決まりました。新宿アンチロック。アンチロックね。はい。まあ、さっきかかった曲もやるんで、うん、はい、よかったら見に来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、上本さん。はい、僕告知というよりさっきの日村さんの足も見せてもらってすごいなと思ったんですけど、僕さっき日村さんに掴まれたところ、グッてやられたところ、うわ、やばい、足を見せて、あ、ほんとだ、めっちゃ真っ赤で、こっちもすげーなって思っちゃったんですよ。告知より大事ですね、それ。いや、これひどいね。これでもほんとひどいね。結構こう、爪でガリッて当たっちゃったというか。これね。来月はオーディション用紙と告知用紙を。そうですね。ほんとにね。もう。姫さん、姫さんも来月から来なくても。いや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 。告知します。これあなたの告知します。めちゃくちゃいっちゃうんだよ。で、姫ちゃんどう？はい、7月の20日と21日と24日にライブがありますので、はい、20日と21日は六本木です。24日は渋谷です。ブログ更新してそこに詳細載せるのでよかったら見てください。はい、よろしくお願いします。で、姫野は、はい、ドラマに出ることが決まりました。ちょっとまだタイトルは大人の事情で言えないんですけど、決まりましたらまた告知します。え、ごめんなさい、役名とか。役名は、通行に A です。お前さ、それ、お前それ告知するもんか、それって。ちょっとだけ映画なんだよ。ちょっともう最低だよ、ほんとに。エキストラの告知するやつ初めて見た、俺。名前もない。名前ない。びっくりするな、ほんとに。通行に A という名前が、そう。はい、よろしくお願いします、ということで。はい、じゃあ、ということで、じゃあ今月はここまでとなりますので、来月はね、一応オーディションの結果も出ますんで、楽しみにしていただきたいと思います。はい。それでは、
秋葉ゆかまとここまでです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。